K-1 の打ち上げ K-1 は完全再使用型の二段式ロケットおよびその宇宙船。民間のロケットプレーンキスラーにより開発されていた。K-1 ロケットはアポロ計画で活躍したマネージャーチームによって開発され、当初はイリジウム衛星を中軌道に打ち上げる設計だった。ロケットの全長は36.9メートル、直径6.7メートル、 離ィリク時の質量は3 8 2 3 0 0ラム。最大ペイロード能力は高度2 0 0トル、軌道傾斜角45度の軌道に4 5 0 0ラム、9 0 0トル、60度の軌道に2 0 0 0ラム。エンジンは旧ソ連が N-1F 用に開発した NK-33 と NK-43 を使用し、 100回の再利用が可能な設計であった。ISS へ接近する K12006 年8月18日、NASA は国際宇宙ステーションへの物資供給とクルー輸送を行う民間企業としてドラゴンの開発を行うスプセックスと共にロケットプレーンキスラーをコッツ計画に選定した。 しかしキスラー社はその後の資金調達に失敗し、NASA は2007年10月18日にキスラーとの契約を打ち切ることを発表した。キスラー社には2億680万ドルの予算が割り当てられており、そのうち3210万ドルがすでに支払われていた。同社は2010年にチャプター7の適用を受け倒産した。K1 は広範囲のミッションに対応できるよう設計されていた。 例えば、低軌道へのペイロード輸送、K1 アクティブディスペンサーを使用した、高エネルギー軌道へのペイロード輸送、技術実証飛行、微小重力ミッション、商業物資輸送、補給、ISS のリブーストサービスなどである。ありがとうございます。